ベストセラーズチャンネル、今回は島津義則さんにお話を伺っています。パーソナリティは山口咲子です。こんにちは、山口咲子です。今日はフォレスト出版から怒らない技術、この本を出されました著者の島津義則さんをお招きしてお話を伺っていきたいと思います。島津さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。怒らない技術50万部突破、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。それだけ世の中イライラしてるってことですかね。ですね。いや、この本は実は関西の方でよく売れて、はい、で関西で売れた絵、ある意味関東に持ってきたような感じなんですよ。実はそれはどういう、だからそれよく出版社の方と話してるのは、やっぱりその関西気質にマッチしたのかなという話をしててですね、はい、こうボケどつきみたいな、なんかこう独特のテンション、そうですね、とこうノリとイライラって、なんかでは紙一重ってことですか。まあこうやっぱりこう感情の起伏というのかな、そういうのがこうある中で、まあ、そういうニーズがあったってことでしょうね。そうですよね、はいはい、でこのニーズが本当に去年もこの本売れていらっしゃって、そして今年もオリコン2011年の上半期ランキングで新書で4位、ビジネス書で5位、自己啓発で5位、はい、トップ5に顔をそれたということですよね、はいはい、ありがとうございます。これ私ね、思うんですけどね、イライラするって、はいはい、プラスになることもないですか。そうです、よくねこの本を出してから質問されることは、怒りたいときに怒らないとストレスがたまるんじゃないかっていう質問件ですね。で僕はそういう質問を受けると、それは怒るってこととストレスがたまることの相関関係をね、履き違えてるって話をよくするんですよ、はい、要するに何にストレスがたまるのかっていうと、怒りたいときに怒らないことによってストレスがたまるんじゃなくて、伝えるべきことを伝えないことによってストレスってたまるんですよ、はい、だから本来は伝えることに対して怒りという感情を乗っけてやるところを、もっと冷静に怒りという感情は抜いて、伝えるべきことはきっちり伝えるっていうことをすることによって、別にストレスって別にたまらないんですよね。今こうやって島津さんがおっしゃるということは、はい、実は、はい、島津さんのプロフィールもね含めてお話ししたいんですが、はいはい、今までにいろいろな会社を経営なさって、はいはい、いらっしゃっていろんな経験を積まれていらっしゃる中で、はいはい、上司として部下を育てるために、はいはい、随分といろんなご研究を重ねていらっしゃったということですよね、はいはいはい、その反面すごい失敗したってことですけど、はい、やっぱりこの本はイライラした経験が豊富な人じゃないと書けないってことですよね。ちょっとそのあたりのプロフィールをぜひ聞いてほしいなと思うんですけども、はいはい、大学を卒業されて、まず IT 系ベンチャー企業に入社されたと。その時同期が100人いらっしゃった中でトップセールスマンになられた、はい、まずこのあたりから相当こう燃える、はい、はい、目の中にこう火が燃えてたんじゃないかと思えるぐらいの、はい、熱さを 今も島さんから私は感じるんですけれども、実はそうじゃないんですけど、あ、違うんですね。そうなんですか。営業やりたくなかったんで頑張ったっていう、はい、背景があるんですけど、やりたくないから頑張った、はい、そうですか、はい、うん、その後功績が認められて24歳の若さで最年少の営業部長になってしまったと、はい、でその後3ヶ月で担当部署の成績がナンバーワン、その後28歳で独立企業で代表になったというところですね、はい、でその後この知り合った2人の経営者の方と新たな会社を作られて、はい、結局3年後出資会社を3社、はい、吸収合併され、はい、実質5年で52億、はい、そして株式上場、今さらっと短い時間に申し上げましたが、はい、これだけのことをやっていらっしゃったことを、はい、私も経営に携わってますが、はい、さらっと書けばたった 2,3 行なんですが、プロフィールってこれ、ね、山の部分だけを伝えてるだけですから。とはいえともこれ5年でやるって相当な労力ですよね。まあ、そうですけどね、はい、ここのところでやはりこうどこかでイライラというものを、さっきおっしゃったようにうまくこうコントロールしていかないとことが進まないということになったということでしょうかね。結局、うん、何も始まらないことに気づいたっていうところですかね。イライラしてたり怒ったりしても、やっぱりこうそれって感情ですよね。でも本来はその目の前にある問題とか難問を突破していくために、うん、その戦略を考えて実行していくことが大切だって、決してイライラしてたりとか怒ってるだけでは何も前に進まないんで、そんな暇があったらっていう感じになったっていうところですかね。そこを切り替えられたってことですよね。そうですね、そこが切り替えられないでパターン化してしまってる方って多いと思うんですね、うんうんうん、もう癖になっちゃってる、はいはいはい、その人に一つこう言葉を
渡して差し上げるとしたらどういう言葉をかけてあげたいと思いますか。あの人には選択の自由っていうのがあるんですよね、うんうん、でその中で実は怒るという感情の裏側には、うん、怒らないという感情を選択する権利が人間にはあるっていうことに気づいてほしいんですよ。もう一回言ってもらってもいいですか、はい、あの人間には選択の自由がある中で、その怒るということを選択して怒るということを実行に移している人の裏側には実は怒らないという選択肢もあるんだということをあの気づいてほしいんですよ。だから例えば、うん、落ち込むということを意思決定を起こして落ち込むという行動を起こす人もいるかもしれませんけど、その裏側には実は落ち込まないっていう意思決定をする権利が人間にはあるんだっていうことに気づいてほしいんですよね。選択肢を奪われている状態にあるよということに気づいてください。自分で奪っちゃってる。そうですね、結局人って全ての行動は自分自身が選んでいる結果ですから、はい、その選択肢として起こるという行動を自ら選んで起こってるっていうところがあるわけですよね。例えば、うん、僕なんかよくそのプロセスの話をするのは、その出来事があって、気分があって、これ実は重要なんですけどね、出来事があって、気分があって受け取り方があって考え方があって、うん、で意思決定をして行動して成果に変わるっていう、まあ、こんな流れがあるんです、はいはい、でその中で例えば分かりやすい例で言うと、気分が落ち込んでる時にと気分がポジティブな時に同じ出来事に出会ったとしても人の受け取り方ってこう変わるわけですよね。それすべて自分自身が実は選んでるっていうことに気づいてほしいっていうところなんですよね。外的要因によって同じことが起こっても違うでしょうということですね。例えば僕なんか本を最終的に仕上げていく時なんかそうなんですけど、同じ本を読んでも気分のいい時に読むのと、うん、気分のあまり良くない時に読むのって全然その自分の本にも関わらずね、修正箇所が変わったりとか受け取り方が変わったりとかあるわけですよね。本当ですよ、ね、だから気分のいい時に1回目を通す、気分の良くない時に1回目を通す、まあ、普通ぐらいの時に1回目を通すっていう、その自分の感情がどうそれを受け取るかを必ずコントロールして本を書き込んでいくようにするんですよ。それはちょっとビジネスパーソンの方聞いてらっしゃったらぜひ使ってほしい手法ですよね。誰にアプローチするかって言った場合に、その人の心理状態がいかにどのような状態であっても、うんうんはいはい、その人がイエスと言ってしまうような、例えば企画書を書くためにとか、僕なんか何かその上司に、ね、何かを伝えなきゃいけないとかいうようなことがあるときは、ものすごくやっぱその上司の気分を、ね、見定めて、こうその企画だとか自分の言ったことが通りやすいようなタイミングを選んでやりますよね、はい、その人の外的環境まで見ないといけないってことですよね、はいはいはい、でもこの本の中には、実はその怒るときに選択肢があるんだよっていうことも、しかりそれ以外にも怒らなくなる自分になるための環境づくりっていうのも、はいはい、書かれてますよね。そうですね、うん、あの家の近く、あの電車との、ね、あの電車に乗るっていうのをちょっと考えて、はいはい、例えばこう食事を接近にしてみたらどうかとか、はいはいはい、このテクニック的にこう、はい、今のこう若者たちとか聞いてらっしゃるリスナーの方に、はい、これって割と早くできることなんじゃないかなという、その環境を整えるという意味で、はい、何かアドバイスっていただけないですかね。ですね、あの最近若い方から相談を受けると、一番分かりやすい例でお話しするのは、目の前の景色を変えてみるって話をするんですよ。その景色っていうのは、もっと分かりやすく言うとですね、今までやったことがないようなこととか、普段あまりやらないようなことにちょっとチャレンジしてみるっていうんですね。例えばいつもと全く違うルートで会社行ってみるとか、いつもと全く違うルートで会社を帰ってみるとか、いつもバス乗ってるところを電車乗ってみるとか、歩いてみるとかですね、もしくは本の中にも書きましたけど、一人で行ったことがない料理店にあえて一人で行ってフルコースを頼んで食べてみるとかですね、はい、そういうこう些細なことなんですけど、そういう景色を、自分の目の前の景色を変えてみるって実はすごく大切なことだと、僕は感情のコントロールしていく上で大切だと思ってて、それをどのように自分の中にこう効果が生まれるんでしょう。やっぱりあのそのなんだろうな、今自分の中に入っているものの考える考え方が変わるんですよね、景色が変わることによって。例えばすっごい単純な例で言うと、落ち込んでる時にちょっとね、それこそこの皇居の周りを散歩したことによって、なんとなくね、すがすがしい気持ちになって、まあ生きてればそんなこともあるのかななんていうふうにさっきまでね、こう結構ああどうしようと思ってたのに、ちょっとこう開き直れちゃうっていう気分に変わるとかですね。なんかもしかしたらその新しい行動に出ることができた自分というのに、なんかこうまた選択肢が増えてるっていうことも言えるんでしょうかね。
結局気分が変わると受け取り方とか考え方が変わって、じゃあ講師は足よって意思決定が変わって行動が変わるから成果も変わるっていう、こういうこう方程式になっていくわけですよね。なっていくわけですね、はいはい、行動が変われば人生が変わってってしまうということですから、はいはい、その前段階でちょっと冷静に処理をしていくということですよね。 そこがネガティブだと全部がネガティブな方程式になりますけど、そこをプラスにしておくとプラス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 で成果もプラスになっていくっていう、まあ、ありますよね、うん、なんかこうイライラしてる人にこう触れないじゃないですか、近寄れないし、はいはいはい、そうするとこうどんどん人の間が離れてきますものね、うんうんうん、このイライラしなくなったことによって島津さんは今の成功につながってるっておっしゃってるんですよね、本の中で。この、まあ、ちょっとオーバーですけどね、それだけではもちろんないですけど、うん、でも大きな一つですよね。そうですね、それは間違いないです。このねイライラしない人って私好きなんですよね、やっぱりね。ああ、なるほど。もうイライラされると逃げたくなるじゃないですか、はいはいはい、でさっきねちょっとオーバーかななんておっしゃってましたけども、うん、やっぱりその人がついてくる人じゃなかったら、うん、大きくことは動かせない、リーダーにはなれない。そうですね、うん、こう今の島さんを作ってらっしゃるこのイライラしないってことでね、あの一番その効果的だった思考回路の変化とかありますか？イライラしないことによって自分がここが一番変わったなと思うこと。やっぱコミュニケーションが円滑になりましたよね、うんうん、どっちかというとやっぱり怒るとかいうことをすることによってある意味やっぱ相手に対する多少の威圧感って出るわけじゃないですか。そうやっぱり相手もちょっとね、もちろん上司と部下の関係だったりするとさらにそこにうごめくね、いろんな力関係が存在してくる中でやっぱり言いたいことが言えなくなるとかいろんなことが出てくる中で、コミュニケーションがやっぱ円滑になりましたよね、うん、もうなんかこう培ってきた人間関係もイライラすること一つでなんか全部なくなってしまうっていうことってありますよね、うんうんうん、そうですね。ビジネスには相当痛手ですものね。そうですね。でそれを、まあ、なんかよく言うのはあの街歩いてて、うん、仏頂面してね、あのちょっとこう怒ったね、こわおもてな顔をしている人と、まあ、ちょっとね、まあ、似た似た気持ち悪いですけど、まあ、笑顔でねなんかこういる人とね、どっちに道を聞きたくなるかっていう話をよくするんですね。と、まあ、やっぱりそういうね笑顔の人だってみんな言うわけですよ。要するにっていうことはそういう人には人が集まってくるってことですから、人が集まってくるってことは情報が集まるってことですから、はい、やっぱりその俗に言う世で言う成功哲学的な本を読んでいれば分かるように、やっぱりそれって成功するしないとかいうことを考えたときに、物事がうまくいくいかないってことを考えたときに、どっちの方がうまくいく確率論が高まるかってことですよね。うん、ロジカルですね。あの本もそうですし、ビジネスもそうですし、人生もそうなんですけど、絶対はありえないと思ってるんで、うん、もう全てにですね、はい、っていうことは全ての確率論を上げていくことがその道の成功だと思ってるんで、いかに確率論を上げていくかっていうのはすごく考えるんですよね。こう成長意欲のある人こそこうなってほしいという期待値があるがゆえに、結構周りがそれについてこないからイライラしちゃうとかありますよね。でもそこのところで一歩引いて冷静にというか、そこで確率論って言われると、今リーダーの人たちも確率論が悪いんだと思うとちょっと踏みとどまれるかもしれませんよね。そうですね、あの変な話、本にも書きましたけど、妥協したっていいんだと。ビル・ゲイツだって妥協してるんだと。そうところが妥協の数がね、ビル・ゲイツは少ないだけだと。それも確率論じゃないですか。ビル・ゲイツは3つとかね、はい、書いてありますよね、まあ、例えばですけどね、例えばの話でね、はい、一般的な人が7するところ、ビル・ゲイツは3しか妥協しないからうまくいってんだという、まあ、感じですよね、はい、そう、妥協しなくてもいい人間関係を作っていくためにも、その笑顔で接する、イライラをコントロールする。でもイライラって第二次感情なんですよね。そうですね、ね、今は、まあ、僕は変な話、あまりこう感情的にガーってね、まあ、もちろんゼロじゃないですよね、生身の人間ですから。でもそれでもそういうことはあまり普通の人に比べてやっぱ少ない分、逆に結構ね、言い方とかあの言う内容とかはすごく厳しかったり冷たかったりすることはあるんじゃないかなと思いますね。僕は伝えることはっきり伝えますね、大体、うん、はい、でも今ねリスナーの方にお見せできないのが残念なんですが、はい、すっごいハンサムなんですよ。 ありがとうございます。本当に作りがいいお顔なさってますから。そうですか、ありがとうございます。作りがいい。あのこの顔で真剣に怒られたらやっぱり迫力がある顔ゆえにこっちも固まりますよね。
だけどそのお顔がもう本当にね、目尻のシワが素敵なんですけど。ありがとう。年は隠せない。年は隠せない。このニューなお顔で、あのニコニコされている中で心がほぐれて近づいた、うんうん、例えば部下が、はい、周りのブレーンが、仕事先の人が、その時に厳しいことをもし言ってもそれは全部愛になりますよ、ね、なるほど、いいこと言いますね。そうですか、ありがとうございます。段階があるってことですよ ね、 そうですね、本当にね、はい。なんかその今はシンガポールにお住まいというふうに、はいはい、主にシンガポールで活動をなさってらっしゃるということなんですが、そうですね、はい、それも本当にイライラしないで、本当にあの人と輪を紡ぎながら自分を成功の道に、夢に持っていった志麻さんの一つの結果だと思うんですけれどもね、はいはい、今会社は、社名をちょっとおっしゃっていただいていいですか。リーダーズアカデミーと言います。リーダーズアカデミー、これホームページで検索していただきたいなと思うんですけれども、はい、セミナーを、上司学というセミナーをなさっていらっしゃって、はい、今、はい、リーダー育成に関わっていらっしゃると、はい、どんな内容なんでしょうか。これはですね、うん、まあ、私もずっと経営というものをしてきた中で、やっぱり成果を出したいわけですよね、経営者も会社も。その成果って何によって作られてるのかっていうことを本当にいろいろ考えて、で私なりのその結論としては、そこの会社で従業員に対していろんなことを指導したり教えたりしていく、その教える側の立場のリーダーと言われる、まあ、そこに上司ですよね、もう社長から係長とかそういういろんな人まで含めて、人に何か教える側の上司っていう人たちが良くならないと会社も良くならないし、人も良くならないし、ある意味社会も良くならないなっていうことに気づいて、でこの上司学というプログラムを開発して、まあ、上司の人間学、関係学、組織学という3つのプログラムからなってるんですけど、まず最初はやっぱりそのリーダー個人がどうあるべきかって、どう魅力的な、ね、上司って何なのかということを、まあ、考えてもらう部分、人間学ですね。で次は関係学といって、魅力的な上司がどうあるべきなのかが分かったら、次は自分が指導育成すべく部下との関係を強化することだということで、関係学と、上司の関係学ですね。でじゃあ関係を強化することができたら、次に何をするかって言ったら、その関係を強化した部下たちと組織力を発揮していくことだということで、上司の組織学というこの3つのプログラムで成果を出していきましょうというのが、これが上司学なんですね。これを志麻さんのもとに行くと学べる。まあ、そうですね、はい、これを中心に今世界でセミナーをやらせていただいてますんで。13カ国って書いてありましたが、はいはいはい、どのあたりが、どのあたりでやってらっしゃるんですか。13って言われると、これはなんて言うんでしょう、うん、各国を回ってやってるというのも、うん、そういう場所でやったことがあるということですけれども、うん、はい、過去で言うと、ハワイ、シンガポール、ロサンゼルス、台湾、香港、バンクーバー、シドニー、ゴールドコースト、ニューヨーク、バンコクですね、はい、今年ロンドンで、あと中国の深圳ってことですね、はいはい、全部覚えてらっしゃる。これはやっぱりイライラしないから記憶力も確かということなんでしょうか。よく聞かれるので一応インプットしてます、はいはい、でも、まあ、イライラしない人はね、記憶力もいいんではないかなと思うんですけれども、はい、このメールマガジンとかでも発信されていらっしゃるとかもしますけど、はいはい、その参加者の方がその海外に行くっていうことは、もしかしたらそのさっきおっしゃった気分を転換するとイライラも収まるよと、はい、そことちょっとつながるんでしょうかね。それもあるかもしれないんですけど、うん、やっぱりこれからのグローバルな社会を考えたときに、特に今注目されているシンガポールですから、はい、いろんな意味でその視察も含めて、いらっしゃるという方が多いですよね。最近増えましたね、特にね、ここ最近、うん、特に震災後やっぱ増えましたね。そうですか。やっぱり面白いのが、今まではどちらかというと業用拡大とかという目的で、うん、海外進出ということが目的としてあったわけですけど、はい、そこにですね、ある意味その日本にだけ本社を置いとくとか、日本にだけ会社を置いとくことに対するリスクを企業が考え始めて、そのリスクマネジメントの一つとして海外進出を考えられている方が非常に増えましたね。やはりその時にシンガポールというのが、うん、まあ多分そうでしょうね。ですよね、まあ、変なし自信もない国ですし、経済も安定して発展もしてといういろんな形の意味で注目されている国ですから、はい、こうやって伺っていると、本当にその実は志麻さんはこの怒らない技術だけではなく、いろんな本を出していらっしゃるわけじゃないですか、はいはい、で、志麻さんが、シンガポールに行ってっていう自分の人生をプランし、はい、そして自分の人生をもっと
こう生産的に考えてみたらということをいろいろ提案なさってらっしゃる、はい、でこれからますます世の中がそのように動き始めて、島津さんのこれからのさらなる夢といいますかね、はいはい、どんなふうにこう社会に貢献していこうなんて思ってらっしゃるんでしょう。なるほど、ちょっと期待外れの答えかもしれないんですけど僕はあまり目標とかをですね実はあまり持たないタイプなんですよ。はい、そうなんですか。今よりも良くしていくっていうことが僕の目標で、それこそ、まあ、一番分かりやすい例で言うと一郎もそうなんですよね、はい、数字の目標を持たないタイプで彼の目標っていうのは常に今より野球が上手くなることなんですよね。そうなんですね。そうなんですよ。だから僕も昔からそうで実はあまり具体的な目標を持たないタイプで今の僕のじゃあ目標は何かっていうと一人でも素晴らしいリーダーを育ててそのリーダーの下で素晴らしい学びを部下の方々が得て一人でも多いの素晴らしい人材を世の中に作り上げていくっていうことが今の僕の目標ですね。それは島津さんがいろいろな経験の中でそこに行き着いたんですか。そうですね。あ、そうなんですか。結局上司を良くすることが人を良くし企業を良くし社会を良くするっていうことに気づいたことが僕の一番の財産ですね。そこに取り組めるっていうのは幸せですよね。そうですね、幸せです今の子を見せたかったそれだけ自分の思いとやってることがマッチしてらっしゃるから人に伝わるんですよね、きっとね。そうですね、ありがとうございます。まだまだお話を聞いていきたいんですけれども、ぜひぜひホームページ、そして島津さんのこの怒らない技術以外にもたくさんの本出していらっしゃいますので、そちらの方もお読みになっていただきたいなと思います。ちなみに女性部下をうまく動かす上司力、上司に嫌われるな上司を使え、だから会社が儲からない、などいっぱい出していらっしゃいますので、ぜひぜひ、手に取っていただきたいと思います。ありがとうございます。島津さん、今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日はフォレスト出版から怒らない技術、この本を出版されました著者の島津義則さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。